高橋博士二郎、高橋博士二郎、高橋雄二郎、1981年1月13日体は、日本の男性プロレスラー、日本単育大学卒業、新潟県新潟市出身、新日本プロレス所属。小中学時代は、野球部に所属し、保守を務めていた。東京学館新潟高校時代にレスリングを始める。その後、 日本体育大学へ進学し、4年生の2002年に、全日本学生選手権、グレコローマン8 4ラム級を獲得。同大学卒業後、保健体育の非常勤講師と居酒屋でのアルバイトをしながら生活をし続けていたが、これではオリンピックどころか全日本チャンピオンにもなれないと考え始め、プロレスラーになる道を選んだ。2003年末に行われた新日本プロレス。 入門テストに参加し、これに合格を果たし、同団体に入団した。新日本プロレスに半年の練習生期間を経て、2004年7月26日、後楽園ホール大会の山本正二を相手に、高橋雄二郎としてデビューを飾る。ちなみに、デビュー時のコスチュームは、近年では異例のアマレスパンツという出立たちだった。2005年11月4日、 ナルセしょとシングルマッチで対戦。首固めで勝利を収めたが、この試合で顎を骨折し長期欠場。2006年3月に復帰を果たした。2007年3月、田口隆介に次ぐ門下生、第2号として、侍ジムの一員となり、5月22日、ミノルの保持する e ワグップジュニアヘビー級王座に初挑戦。6月には、 ベストオブザ・スーパージュニアに初出場を果たし、今大会優勝者だった、ミラノコレクション AT から勝利を収めた。2008年3月、内藤哲也とタッグチーム、ノーリミットを結成。結成を機に、コスチュームもオレンジを基調としたタイツに変更した。4月13日後楽園大会で、重心サンダー・ライガーアキラ組が保持する、イーワグップジュニアタッグ王座に挑戦。 破れはしたものの、レジェンド相手に物落ちしないファイトを見せて、注目を浴びた。10月13日、ディストラクション08にて、ミノルプリンスデビット組に勝利を収め、内藤と共に、第22代イーワグップジュニアタック王者に輝く。2度目の挑戦にして、悲願の初タイトルを獲得した。その後、ジャドーゲドー組と対戦し、初防衛に成功したが、 翌年2009年1月4日、レッスルキングダム E の舞台で、モーターシティマシンガンズ、アレックス・シェリークリス・セービングミニ敗北を喫し、王座から陥落する。同年2月、両国大会の4ウェイタッマッチに勝利し、内藤と共にティネに参戦。2009年3月31日、現地時間、ティネ・オーランド大会でモーターシティマシンガンズに、 再戦も勝利はならなかった。さらに自らを鍛え上げるためにとそのままティネに継続参戦。同年4月19日、シックスサイドスチール3ウェイ形式のタイトルマッチに挑戦。しかし、内藤が直前の試合で左膝を負傷するアクシデントが発生し本領発揮はならず、ここでも敗北を喫した。5月からメキシコに舞台を移し、同月29日に内藤、 ドスカラスジュニアと組 CMLL に初登場する。以降継続的に参戦し活躍したが、12月4日に行われたエルテリブレテハノジュニア組の髪切りマッチに敗れ、丸坊主となった。2010年1月4日、内藤と共にヘビー級へ転向を宣言し、新日本に外戦。レッスルキングラム4の舞台で、チーム 3D、 ブラザーレイブラザーディーボン組が保持するイーワグップ、タッグ王座に挑戦の試合はサンウェイマッチとして行われ、もう一組の挑戦者は、ジャイアントバーナードカール・アンダーソン組。この試合に勝利し、第55代イーワグップタッグ王者に就いた。3月5日より、リングネームを本名である、高橋博士二郎に変更して、再始動する。4月4日、 内藤と共にヒールユニット、カオスに加入した。5月3日、レスリングドンタク2012で、青木軍、長田博士&、井上渡組、バット・インテンションス、バーナードアンダーソン組を相手に e ワグップ、タック選手権試合3ウェイマッチを行うも、井上がアンダーソンから、ピンフォール勝ちを収めたため、同王座から陥落。試合終了後、俺たちは負けていない。 コメントを残し、内藤とともに再戦を訴える。翌六月十九日にサンウェイイルミネーションルール、七月十九日に共演戦ルールとして同カードが実現したが、いずれも敗北を喫し、帰り酒はならなかった。十月 g 一タグリーグではノーリミットとして出場。リーグ戦を B ブロック一位で通過しトーナメント準決勝で日没マッスルオーケストラ、中西学部 ストロング番組に勝利するも、決勝戦で、青木軍、長田井上組に敗れ、準優勝となった。2011年3月のニュージャパンカップ以降、NJC に出場するも、1回戦の中西戦で敗退した。その後、シングルで目覚ましい成果を出し始めた内藤とは、対照的に全く結果を残せない状態が続き、次第に、 パートナーの内藤との間に不協和音が生じた。4月3日、高楽園、ホール大会の試合後に握手を交わし、一時は関係が修復したものの5月3日、レスリングドンタク2011にて、バットインテインションスが保持するイーワウップタッグ王座に挑戦し敗北した。試合後、高橋は内藤をリング上で置き去りにして、早々と退場した。26日、高橋は、 田中正人を加えた6人タッグマッチの試合中に、内藤からのタッチを拒否したり、背後から攻撃を仕掛けるといった行動を起こした。試合終了後、高橋は内藤を東京ピンプスで追撃した後、コンプリートプレイヤーズと決託し、ノーリミットの解散を宣言し、同時に内藤をカオスから追放した。その後、内藤と交渉を展開し6月18日、 ドミニオン6.18の舞台で内藤とシングルマッチで対戦し東京ピンプスで解消を収める8月の G1 クライマックスでは公式戦で再び内藤と対戦し勝利を収めたが9月19日神戸大会で敗北対内藤戦における戦績で初の黒星を騎した12月24日後楽園大会にて後藤博士王木とのシングル戦の試合前に マイクでセクシャル攻撃を浴びせ、この日を境に行動、言動とともに、R 指定キャラとして全面に押し出している。2012年に入ってからはサングラスをかけ、腰にピンクのバスタオルを巻いて入場し、リングサイドに女性ファンがいると、紅葉やキスをせがんでくる。セクシー女優をはべらせて入場する。試合前には対戦相手を罵る、会場内の女性をくどくといった。 マイクアピールで監修からブーイングや品種交換っている。8月3年連続で G1 に出場し初開催となる新潟市体育館で棚橋博士と対戦。高橋が地元出身ということもあり、博士二郎コールを湧き上がらせる健闘を見せた。結果的に敗北を起死3勝5敗と予選落ちとなるも今大会でいくつもの好勝負を繰り広げ、 その才能を開花させた。その後、G1 公式リーグ戦中に膝を負傷した内藤を付け狙った。10月8日、キングオブプロレスリングにて内藤と対決、負傷している膝を徹底的に攻めて、レフェリーストップ勝ちを収めると、試合後にも椅子で内藤の膝を打ち付け、内藤を長期欠場に追い込んだ。そして、同大会メインイベント終了後、 イーワグップヘビー級王座の防衛に成功した棚橋の前に姿を現し、10年前の2002年に棚橋の身に起こった死傷事件を引っ張り出したマイクアピールで同王座に挑戦を表明した。11月11日、パワーストラグルにて棚橋の保持するイーワグップヘビー級王座に初挑戦しが棚橋のハイフライフローでピンホール負けを喫した。 2013年2月、マカベガタナギとの構想を展開させるが、負け越しのままで終結。4月、プロレスリング、ノアのグローバルタッグリーグ戦に、マイバッハ谷口とのタッグで出場。同大会終了後もノアへの参戦を続けていたものの6月2日の、博多スターレーン大会における高橋口 VS、丸藤聖堂モハメドヨネ戦で、自身のスピアーが誤爆し、谷口が、 ピンホール負けを喫し、谷口がラリアットを見舞ったことでタックを解消。6月30日の後楽園、ホール大会で谷口との完全決着戦を行った、ものの谷口の反則負けにより構想は終了した。10月14日のキングオブプロレスリングの舞台では、内藤の放置する東京ドーム E1 グップヘビー級王座挑戦権利賞、並びに、 ネバー無差別級王座に挑戦したが、敗北して、ダッシュには至らなかった。2014年に入ると、新日本年間最大のビッグマッチとなる、レッスルキングダムにカードが組まれずに欠場。3月の NJC では出場こそはしたものの、シェルトン X ベンジャミンにピンホール負けきし、1回戦で敗退した。その後シリーズには帯同しながらも、インベージョンアタック。 レスリングドンタクといったビッグマッチではカードが組まれずに出場の機会が減少。4月シリーズのロード2レスリングドンタクでは各大会で無気力ファイト、自軍の敗戦が濃厚になると足早に退場するといった単独行動が目立つようになり、高橋は自身のツイッターでビッグマッチで自分の試合が組まれないことに対する会社への不満をツイートするようになる。5月3日。 レスリングドンタク2014にて行われた AJ スタイルズ VS 岡田和地下のイーワグップヘビー級選手権試合の試合中に突如乱入し、岡田に対してラディアと東京ピンプスを見舞い、AJ の勝利をアシスト。試合後、高橋はカオスを脱退し、バレットクラブに加入した。 6月29日後楽園大会にて、石井智博の保持するネバー無差別級王座に挑戦。マヤミ社員で、石井からピンホールを収め、第四大王者に輝き、高橋自身初となるシングル王座を手に入れた。持ち前の馬力や瞬発力を活かしたパワーファイトに加え、相手の顔面をかきむしる、手の甲を噛みつくといった、 スニーキーな戦法を織り混ぜながら試合を展開する。かつてのタッグパートナーの内藤とは対照的に関節技や丸め込み技の類はほとんど使用しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。